おはようございます。クロです。今日はこちら G Pro X のここに貼られているグリップを交換していきたいと思います。で、このついてるグリップは G Pro X スーパーライトに付属していたもので、その買った11月頃にその日のうちに付けました。で、何が問題かというと、この左クリック、右クリックのところは問題ないんですけども、あと右の部分問題ない。この左ですね。左のグリップが、見てわかると思うんですけども、ぐにゃってなってますよね。形がぐにゃってなってるのがいいんだけど、中のなんか粘着物みたいなの、ベトベトしたやつが出てきちゃってるんですよね。これはもう、まずいということで、交換したいと思います。で、購入したグリップは、グリップのなんか良し悪しがちょっとよく分かんなかったんで、Amazon で評価ついてて一番売れてるものを購入しました。はい、で、開けていきます。購入したグリップはホットラインゲームズの滑り防止グリップテープ、マーク2プラスかな。これグリップとなんかピンセットがついてました。裏面に付け方が書いてありますね。で、対応機種、G Pro X スーパーライトワイヤレスと、ちゃんと書いてあります。こちら、中身を見ていきたいと思います。結構簡単な説明書みたいなものと、グリップと、多分、拭くための布ですかね。ちゃんと見ていくと、ピンセットと、グリップと、これマウスクリーナー。つける前にマウスを拭くものと、日本語と英語の説明書ですね。結構雑な感じの 説明書が入ってました。中身はこんな感じです。では、まずはじめに、この古いグリップを取っていきたいと思います。じゃあ、一番まずい、横から。普通に爪で剥がせますね。じゃあ右側、取れました。じゃあ正面の左クリック、右クリックのグリップを取ってきます。取れました。若干テープの跡が残ってるんで、この辺もきれいにしていきたいと思います。グリップテープ跡はウェットティッシュで取ってきます。はい、きれいに取れました。この状態で使ってもいいんだけど、 G Pro みたいに表面がすっごい滑るんで、グリップはつけたいと思います。説明書通り、このマウスクリーナーでマウスの表面を拭いていきます。ほこりを取るのかな。まあいいでしょう。はい、じゃあグリップをつけていきます。左クリックと右クリックの部分をつけていきます。指で粘着面を触れないようにと書かれてるんで、ピンセットでやっていきます。ちょっとずれたけど、まあいいでしょう。はい、つきました。じゃあ右クリックの方つけていきます。ピンセットでやると厳しいんで、手でやっていきます。はい、つきました。じゃあ今度はこっち右側の部分、こっち側をにつけていきたいと思います。こうだな。まあ、
じゃないでしょうか。ここに合わせるって書いてあったんで、はい、まあ大丈夫かな。つきました。左側の部分につけていきたいと思います。まずはボタンからいきます。はい、つきました。じゃもう片方もつけていきます。つきました。はい、はい、じゃ最後にここの部分をつけていきます。この辺が干渉してるような気がするんで、ちょっと微調整しました。はい、つきました。はい、これで完成です。完成です。割と簡単につけれましたけども、ピンセットじゃちょっと難しかったんで手でやっちゃいましたけども、ピンセットでやってくださいと書かれています。多分ピンセットでやるとかなり大変だったと思います。調整がかなり大変だったと思います。はい、まあ、握った感じ付属していたものより全然いいです。あの付属したやつ結構安っぽかったんですけども、こっちの方が全然素材からないからいい感じです。全然滑らないです。はい、まあ、これ1880円で、まあ、結構高いグリップってあんま買ったことないんで高いか安いか分かんないんですけども、前のグリップは5ヶ月ぐらい使えたんで耐久性があればいいかなと思ってます。ずっと使えればいいかなと。ちょっと見た目がちょっとかっこ悪くなる、まあ、見た目を気にする方も、まあ、こんな感じになるよと思っていただけるといいと思います。はい、それでは今日は、G-Pro X スーパーライトにこちらのグリップ、ホットラインゲームズの滑り防止グリップマーク2プラスを取り付けてみました。はい、それではご視聴ありがとうございました。